今日から政府は全国で冬の節電を要請します。ただ、今年の冬は初めて数値目標のない節電要請となります。冬場は暖房などで消費電力が増えるため、政府は沖縄県を除いて全国で今日から節電への協力を要請します。期間は年末年始を除く、来年の3月末までの平日です。 特に北海道電力管内は冬場の消費電力が急増するため2年連続で数値目標付きの節電が求められてきました今年は新たな水力発電が運転を始めたため供給予備率が十分という判断から数値目標の設定が見送られました